はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介の方一つお願いいたします。はい、あきと申します。まりと申します。お願いします。今日は、キャメルゴルフリゾートさん、こちらにお邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回はキャメルゴルフリゾートさんから視聴者プレゼントもいただきました。詳しくは概要欄の方でご覧ください。よろしくお願いします。ところで、あきさん、まりさん、はい、お二人は何て呼び合ったりしてるんですか？普段は、はい、まあ、敬意を示してアキプロ、マリプロで、まあ、ゴルフへのこう、ゴルフをやろうっていう、それぞれ認め合う。そうですね。なるほど、はい、ちょっと我々は今日ちょっとキャディーでできるだけお手伝いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ご迷惑おかけすると思います。ありがとうございます。お願いします。お願いします。どうですか、緊張してますか？めっちゃしてます。バクバクですね。はい、あのマスク緊張ですよね。隠してます、はい、すいません。まあ楽しく今日は、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はアウトからスタートします。緊張してますが頑張ります。お願いします。お願いします。もうこれ打っちゃっていいんですか？はい、もう、はい、ちょっと目標は、目標、うん、目標は昨日で、おとといが100だったから、それを切ること。おととい行ったんだよね。おととい行った。めっちゃ練習してるじゃん。よし、お願いします。お願いします。ナイショー。やば、まっすぐ行った。一発目から、よし。え、ちょっとプレッシャーだけど。今さ、まっすぐ、まっすぐ。よしよし、スタート悪くない。本当だね。いや、一気に私今緊張し始めた。じゃあ私、クリクトンのピンクボールでお願いします。大丈夫かな？同じぐらいじゃない？同じ、うん、バンカー大丈夫だった？え、もう全然、もう本当に同じぐらいのところにいる。消えちゃうんだよね。見にくい時あるよね。でも今日の私のあのオレンジすごい言いやすい。いやー、ちょっとさ、怖いわ。先に内緒とされると怖いわ。しかも出だし好調。悪くない。いいね。今日なんか楽しめる気がしてきた。うん、ちょっとティーショット緊張しました。いや、めっちゃ緊張。しかも私多分、大体マリプル初回チョロすることが多いから。なんか。いや、でも事実なんで大丈夫です。いや、私もそう。だから、それで、なんかお互い緊張崩せば気楽になれるじゃん。うんうん、だけど、一発目いいと緊張するじゃん、逆に。プレッシャーじゃない。でも私としては、私がわ、チョロしちゃった、失敗した、アキプロストーンって言ったぐらいがちょうどいいのかなと思って。読んでたの？そうで、私さっき言ったけど、うん、意外とちゃんと言ってくれたからよかった。いや、めっちゃ、すごい。すごい近いでしょ？うん。130ヤード。いつもだったら6番にしたいけど上げてるからユーティリティ5番でやります。左狙い。いや、右を下がり。あー、めっちゃった。やば。でもバンカーではないか。いや、すごい、ボコボコのとこ行った。左の方がいいよね。マジック130ぐらいなので5番ウッドで行きます。お、でもでも安全安全。あ、めっちゃ転がってるよ。なんかすごい結果オーライな、うん、花道。悪くない悪くない。もう30、40ないぐらいなのでアプローチで行きます。うまい。お、いいんじゃない。ナイソン、ありがとう。え、すごいね。めっちゃいい、めっちゃいい。なんか風吹いててめっちゃうまいよ。行っちゃいそうだな。サンドで、S で打ちます。強いかな。あ、よかった、乗った。やった。弱いかなぐらいでちょうどいいですよ。ちょっと弱いかなぐらい、はい、結構いっちゃうと思います。
ドバイスが悪い。いや、いいんです、いいんです。これ今日どうする？OK なしで行くやつ？OK ありですか？これはでも私 OK じゃないですよね。はい。はい、これ私ダメなやつですよね。いや、それ入ったら私も OK もらうね、じゃあ。OK。ナイスイン、じゃあいいですか？はい、OK です。やった。ボギーです。ナイスボギー。ナイスボギー。やばい、楽しい。今日なんかちゃんと当たってるよ、私。当たりそう、悪くないね、今日。うん、でもまさか最初のホール、ボギーで抑えられると思わなかった。そう、なんか最初だからね、変な方に飛んだりするかなと思ったけど、意外と収まってる。いや、すごいストレートに良かったよね。良かった。ずっと花道だったじゃん。うん。でもあのさ、キャメルみたいな、ここからの、そう、乗ったところがすごいよね。キャメルの洗礼を受けた。うん、いや、でも、なんだろうな、うん、よかった。よかった。解説はできないけどよかった。次もこの調子で、18ホールまで。いや、この調子続くといいな、この。ちなみに、ベストスコアは？あ、ベストスコア、マリさんいくつ？私で93ですね。私は約1年前で89。あ、でも私も本当に1年前とかかも。そう、出したの更新できないまま、もうずっと最近100台ばっかですね。マリリン、これどこ狙うの？え、もうあの茶色いティーぐらい。じゃあごめん、全部茶色いぐらい。行きます。しかも人の話聞いてないんですよ。B 型だね。やばい、 B 型バレてきた。あげた。うん、大丈夫。いいじゃん。フェアウェイ。いいじゃない、いいじゃない。ないっしょ。いいじゃない。そうやって私にプレッシャーをかける作戦だな。うん。いい。大丈夫かな。あー、ちょっと打ちにくい。あー、でもいいよ。よかった。めっちゃ転がる。ナイス。ナイス。会社の先輩なんですけど、優しいですよ、基本的には。基本的には、あ、でもいつも優しいです。ゴルフの時はもういつもこうやって褒め合って、でもいつも仕事でも結構褒めてくれるタイプ、こうできるところを伸ばしてくれるタイプの先輩です。頼りになりますね。110ヤードどうしようかな。ちょっと大きめで打ちたいけど8番にします。大きい？乗った。いや、転がってるけど、まあいいか。よかった。完璧です。いや、やった。最近距離が飛ばないので7番で行きます。あれ、左に行く。大丈夫。バンカー越えだ。やっぱお腹触ることにしたんだね。いや、まだね、やっぱり触らないと。意識するとちょっと違う？やっぱり触った方がこう反り腰は治りやすいと思う。なるほどね。なんか触れずにいけるって言ってたけど、うん、この前は結構触れなくて、なんか後半になるにつれて触れなくてもいけるようになってくる。ありがとう。ね、うまい、うまい、入っちゃえ。そんなことうまいよ、うまい。でもいいとこに落ちたよね。うん、なんか出す高さもちょうどよかったよね。激うまいじゃないですか。ですよね、激うま。あまり見ずにちょいすらでいいですか。そうですね、ちょいすらでカップ1個か外さないぐらい、ね、まあこの辺でしょうね。バーディー、もうめったにないですね。パーで大喜びぐらい。あ、強い？あ、強い。あ、いいところ見ますね。この辺ですよね。ちょい右からでも OK かもしれないですね。2ホール終わったね。はい、先ほどちょっと私はダボでしたが、パー
おめでとうございます。素晴らしい。めっちゃレアパー。よかった。めちゃくちゃ良かったです。よかったです。チャンネル登録といいねボタンお願いします。お願いします。でも確かにこのもう見た目がグリーンが横に広くてバンカーが待ち受けてる感が。で意外とバンカーまで距離あんまないんであんま気にせず。わかりました。あのアイアンショットの綺麗だったら大丈夫です。じゃあ117ヤードだと思って8番で打ちます。あ、転がれ。セーフセーフ。一応今6番だったんですけどね。事後報告ね。地平届きませんね。当たりが悪かったんです。いや、でも逆にプレッシャーだわ。なんか本当にこんなにいいスイングいつも取れないからな。迷った時は。ダメなんですよね。うまい。素晴らしい。ありがとうございます。安定ですね。イエイ。よし、ナイスパー。よっしゃ、ナイスパー。イエーイ。チャンネル登録といいねボタンお願いします。次回もぜひ見てください。お願いします。